では本番いきます。回してください。65本番よーいスタート。お腹空いたよね。お腹空いたね。いや、ハムスターかってさ。そうなの。そうそう。で、あのひまわりの種とか食べてしまった、うん、あれ、あの一回食べたことあるんだけど、いけるかな。いける、全然、うん、美味しいの。まあ、美味しくはないけど食べれなくなる。子供の頃とか公園で落ちてるどんぐりとか食べてたから。そういうタイプだ。え、どんぐり食べたことない。食べたことない。あ、そう。ずっと食べないと思う。でも、そのまま苦いね。あの、どんぐりなんか茹でたら苦味取れるっていう。そうなの。丼料理ってのないから。あんまり食べないよ。そうか。え、なんかペットが大好きだから。犬飼って。あ、そう。え、でその何歳じゃ。はい。大きいですと。ちっちゃいです。はい、カット。ありがとう。大丈夫、最低はい、じゃあ今のカット OK です。OK です。で、続きまして。最高でした、ね。続きまして、今度はちょっと。はい。いや、あの、本当に、この、不思議な、やっぱりこのゆるっとした雰囲気なんですけども、熱いものを持ってて、そして存在感のある、はい、異質な監督ですね、はい、現場が殺伐としないというか、はい、すごいいい雰囲気のままこのずっとこの撮影できるという。いやー、これ映像になった時どうなんやろというその楽しみですね。見えないものありますね。はい。これは千原マジックかかるんじゃないかっていう。はい。台本の段階でも面白かったんですけど、映像になるとより面白くなりそうですね。はい。ありがとうございます。これは生涯の一度の恋だなーって。したことあります。アイスの発明って、冷蔵庫が発明される後なのかな。幸せか幸せじゃないかなんかもはやどうでもいいから。問題は、私か、私じゃないかだから。ゆうちゃんはさ、後悔してる？それからの私は何もないの。ミリオンライズっていうの。100万年、君を愛す。